あと個人的に R1 攻撃やりたいな。お弟子殿がいればよいが。いつも通り宣戦布告して正面から行く。中山砦。まあ奪われてるんだけど。上からなら備えがよく見えよ。じゃあ高いところに。ゲッチュ。先生目立ちすぎですそれ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。火薬だ。まるで痛手を与えられるやん。やる甲斐はあるの。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。蜂の巣ありと矢で猛虎を穴だらけにする算段か。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。あ、なんか練習してる。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。なるほど、ね、しっかり町に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待ちすぎやろ。いや、モテない。うるせえ、俺はモテモテだ。この樽はどうなんだろう。まだだぞ。バカすんのかな。今だ、奴らをメイドへ送ってやれ。大変なことになる。やば。ここだ。ここ。うん。今回は弓のチュートリアル。手が全部やってくれました。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。難しいな弓。いつかさ、蜂の巣ありすぎだろここの世界。いや、持てない。基本的に弓兵を倒すと矢がもらえるっぽいね。あー、いる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 。バレた。超楽しい。ヘッドショット。トロフィーちょうだい。トロフィー物資。こんなにでかい渋滞しときながら矢2発で死にやがったぜ。結構いるな。
引っ張らないと威力ないな。先生じゃあ任せましたよ。いやいや。いて。何？二刀流。先生をおとりに。相手結構すごくね、すごくね相手。隊長じゃねえか。またなんか隊長見極めるといいけど、見極め方まだわからないんだよ。ほらすごいね相手。先生さっき言ってたじゃん、あの弓の腕は後ろの方が上じゃみたいな。弓の方が上じゃない。すげえいっぱい。いや、ヘッドショット。強っ。誰に撃たれてんだ。たったったった。あ、いた。死んだ。さすが先生。先生じゃねえか。危ない危ない。まだ敵がいるって思ってしまって。ほんと先生ったら紛らわしいんだから。えらい細かい移動が。おー、みんな殺されてる。ひどすぎる。捕虜を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。巴は、待て。巴はおらん。巴のもの、あたりを調べる。ひどすぎる、ひどすぎるよ。しかし巴は無事なのか。もうひどいな。あっちっぽい。ふっ、あった。誰かが住んでおったようだ。そらそうだろ。穴子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。なぜだ。しあった。調べる。巻物。蒙古の言葉で弓について書かれている。裏切ったのか。あなたの名もここに。わしの教えを蒙古に売ったということか。巴は敵。生きるためにいっぱいやったんやで。先生どっから入ったの。忍びのものか。ねえ、入り口ここしかなくて、俺ここから入ったのに、先生いつの間にか中にいたっていう。先生は忍びのものだった。教えやがったな。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。蒙古の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。
聞こえたか。島の者です。おお、生きてた。寒い。死ぬな。うん。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。全部あれ巴がやったのか。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、報いよ。見てよ。解釈してやれ。死にたくない。長いは無用、行くぞ。先生結構ひどい。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についた。解釈。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。階層入る。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない。巴じゃ。巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。まあそうだと思います。俺に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集める。こればっかやな。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。どうぞどうぞ。これで一応オッケーなのか。とりあえずメリットな。噂が広まるぞ。さまよえる侍、体力増加。どこも猛虎で溢れておる。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せつけない手はないだろうか。お、新たな暗具。区内当たったらよろめくぜ。飛ばすのに向いた諸刃の表具。敵の胸を突き一息に仕留める。いやー、噂を広めると手に入る強力な兵具。区内オンバー。区内の投擲数が一つ増える。威力が倍になる。もう侍やめて忍者になれば。鉄砲、鉄砲じゃないっすか。大爆風。侍とは何ぞや、武士とは何ぞや。針地獄、針を仕込みって。もうやってることがさ、えげつねえな。煙玉ね、うん。目つぶし。あのちょっと前まで不意打ちすらしたくないっつってたやつのよね、行動じゃねえよな。癒しの子、モンハンで見たな。煙玉強そうだな。鳥持ち、守り投げ、
爆風が起きてもダメージを受ける。あ、一応あるんだ。誤爆。取り持ち玉の達人。大ダメージを受ける。じゃ早めにこの守り投げを覚えたいね。そしたら敵の中に突っ込んで爆弾ボカーンしても自分はダメージを食らわない。鈴。あー、これデッドバイデイライトで見たやつだ。爆竹。ポイッと。で、こっちが？お、回復量がアップか。倒れても立ち上がることができる。気力が2あればリレイズ状態ね。なるほど。で、一騎打ちはこれ今できるよね。これが成功すると気力3回復。一騎打ち、連続一騎打ちってことか。一騎打ちを成功するともう一人の敵を一撃でいや、もう一人の人かわいそう。一騎打ち3連ね。もう二人の敵を、あ、じゃあ3人までなら一瞬で殺せるようになるわけね。で、いやだね。時を遅くできる。これはヘッドショットが楽そう。ゼルダでも見たな。で、集中の回復時間、連続で集中ができるってことね。で、30%。闇打ちの足抜き。あー、これちょっと早めに欲しいかも。意外にね、高いところから降りたときダメージ食らうし、うん、しかも、あ、自分で丸を押さなきゃいけないの。ゼルダだったら前押しっぱなしでよかったんだけど。おお、2人闇討ちする。よいしょ。ついでにお前も3人殺す。あ、これも覚えたいな。耳すましの、遠くにいても OK。移動速度アップラストオブアスで最近したな。おー、なるほどなるほど。リンクする敵がいたら教えてくれるのね。で、まだ不明なのがいくつか。いやー、侍の技ではないよね。別にいいんだけど。なるほどね。じゃあ、まあある程度あるしね。どれから強化していこうか。お、もう区内初めから持ってんじゃん。区内はあれになるのかな、近距離の遠距離武器。ちょっと日本語おかしいけど。なるほど。よし、行くか。3個の物語を更新。どれから行くのがいいのかな。これか。あんまり雅子殿も可愛くないな。で、次が これとこれが終わった。で、これが今の続き。違うね、これ遠かったから後回しにしたやつだね。まあ普通に考えると次はこれがいいのかな。じゃあこれから行きますか。よし、行くぞ。